セブ、セブ、大丈夫か。いいや、リコ、大丈夫じゃない。捕らえたんだ、この手に。なのに殺しやがって。了解、川を渡ります。クリア。できます、大丈夫。もちろんです。見た目ほど重症じゃなければ。死亡確認、時刻21時20分。くそ、ふざけやがって、なんてざまだ。全体聞け、5分で出発する。荷物をまとめろ。デルタ、分かってるな。フーパー、ハンビーをすぐにだ。リコとセブはどこへ行きやがった。待て、やるべきことをやっただけだ。どんな手を使ってでもこの件でお前を軍法会議にかけてやるからな。はい。セブチェンコ軍曹、ベラスケス軍曹、司令は計画を打ち切った。緊急脱出しろとのことだ。この惑星から全員を引き上げる。撤退ですか。俺はさらん。まだ半分も終わっちゃいねえ。一体どういうことだ。ダメだ、口答えは許されんぞ。この脳なしの役立たずのクソったりが。軍法会議は抜きにして銃殺刑にすべきか。ガタガタ言わずに黙って従え。分かったか。いいか、分かったか。イエッサー。ベラスケス軍曹、お前は無能すぎて黙れという命令も分からんのか。タイ。いいか、よく聞け。エルガストの艦隊がこちらに向かっているとの情報が入った。奴らが来る前に脱出しろとの命令が下った。有望なルートはビサリ地区を抜けてコリント川の渡河だ。そこから東に行けば脱出ポイントだ。あのキノコ雲の下のどこかにカンザス州くらいのクレーターがある。チャンスは一度だから確実にものにしなくてはならない。よくやったフーパー。ハンビーは数台だが、ヒグスどもの罠に立ち向かうにはこれしかない。なんだありゃ。すぐ出した、すぐに。セブ、安全なルートを確保しろ。行け行け行け。応戦しろ。何に。全部だ。ネビルが生きているなら川へ向かうはずだ。下の道を行けば川へ出る。なんで俺たちが逃げるんだ。奴らに一人ずつ狙い撃ちにされる。誰もいない。待て、前方にヒグスが二人。連中に気づかれる前にそっと殺そう。カードにもう一人いる。始末しろ。車体はどこ行けた。見て、こっちです。他の連中は。
失った結果か。ネビルはどこだ。川はあっちだ。あいつは渡ると言っていた。ああ、次はうまくやってるといいな。なあセブン、ビサリーのことだが。いいさ、俺も殺したかった。でもしなかった。ああ、あいにく俺はバカじゃないからな。ISA のエンジン音だ。援護する。もう一人来るか。 Thank you.
を確保した。こっちだ。目的が違うぞ、リコ。今回はネビルの指示に従うべきだ。こいつは何だ？
戦車隊だ。下へ降りてネビルを手伝うぞ。大丈夫だ。よくやってるぞ。終わったら報告してくれ。セブチェンコ、合流できたな。ベラスケス、これで全員か。戦車隊が下流でばらけてしまった。撤退に備え、クレーター確保に前進する。それは避けた方が。分散すると逆に手薄になって敵に狙われる。言えてるな。はい、失礼ですが、お前から一言も聞きたくないと念を押したはずだろうが、軍曹。セブ、ベラスケスの口を俺の前からどけろ。二人とも配置につけ、エクソで通り道を作るんだ。了解。みんな急ぐんだ。クレーターに行きつけば国に帰れるからな。気にするなよな。セブ、早くエクソを出すんだ。繋がらない。待て、何か聞こえた。揺らかすな。複数の標的失礼。複数の標的失礼。1ダースを超える敵戦艦を探知した。12。じゃあ時間の猶予あるといいがな。我々が急がないと巡洋艦が奴らの餌食になる。まだ戦車隊が町中に分散しています。部隊の位置は把握しているが、もうこれ以上遅れるわけにはいかん。セブチェンコ、今すぐクレーターへの道を確保しないと帰還できん。ハンビーがある。ヘルガストの装甲車を見たらそいつで突っ込め。キロを確保するんだ。命令に従えばの話だから死ぬ気で動け。時間がないぞ。